久保さん。今回 BNR34 の価値にしましょうか。はい。まあ、最近ですね、BNR34、GTR34 を所有してる人がちょいちょい動画出てきましたね。<laughs> アクセス稼げるからっつって <laughs>。だいぶ出てきましたよ。本当に昔に比べると。で、まあ、あの、僕がラッキーだったのが、 あの、まあ、今2000万で規模価格出してるんですけども、はっきり言って業者が2000万で買うことは難しいんですよ。なぜなら未来価値を乗せられないんで、まあ、現状の市場のあれからの算出になってくるので、ね、まあ、業者の方はね、安く仕入れて利益乗せないといけないですからね。うん、ただ、 あのーまあ、これ、車屋さんとか、まあ車詳しい人だったらわかると、まあ3、4詳しく知ってる人じゃないとわかんないかもしれないですけど、間違いなく上がるんですよ。間違いなくっていうか、ほぼ上がりますよね。別に上がらなくてもいいんだけども、上がらなくてもいいんですよ。でも上がるんです。まあ、需要と供給のバランスでしかないので <laughs>、あのー、まあ、作られた台数が、もう新車は出てこないんですよね、100%。 で、まあ、あと3年後ぐらいにすると、その、あの、アメリカの方では25年ルールが解禁されて、アメリカの方に、あの、簡単にね、持っていけると。ただ、カナダとかオーストラリアはもうすでにね、あの、十何年規制なんですけども、オーストラリアなんかミニハンドルでもう持ってけ、もう、結構もう流通してるらしいんですけども。だから、物がなくなるんですよ、そもそも論として。うん、世界中に欲しい人がいるので。 世界中に欲しい人がいます。で、物はもう作られません。ドアが開いても上がるじゃないですか。<laughs> ま、世界中にね、R34 が欲しいっていう人がいなくなれば、それはね,ね、ネクズレスしますけども、多分ま、ワイルドスピードをね、見てた人は、まあ、かっけえな、みたいなね。まあ、いつか乗りたいなっていう、まあ、海外の、もうワイルドスピードなんかもう海外発祥で、相当もう20年ぐらい続いてる映画なんか、ま、そう、そうないですよ。 20年ぐらいシリーズ化でずっと続いてる映画なんかまあないですよ。まあ次のね、またやると思いますけど、ワールドスピードね。<laughs> あれはワーナー・マイカルだったかなあのー、すごい看板映画ですよね。だからまあもう伝説となってる部分もあって、まあそのちっちゃい頃ワールドスピード見てた子は、あの全、全あの、一番最初のですよね。ポール・ウォーカーが3、4でバーンみたいなね。 うん、やっぱあれかっけえなと思ってねお、大人になって乗りたいなと思ってる人が世の中にはたくさんいるので、だからまあ上がるんですよ。うん、<laughs> だけど僕がラッキーだったのが、売れなくてもいいっていうね。これね、売らない、あの、今お金側に困っててね、どうしても売らないといけないっつったら、その、あの、なん値下げ交渉にね、あの、どうしても、じゃじゃあこれでどうですかみたいな、僕が値下げして交渉しないといけないんですけど、 あの、僕、そうしなくてもいいので <laughs>。そもそも売る気もなかったし、ずっと乗っていこうと思ってたし。あの、ただ、これがお金に困ってたらね。まあ、お金に困ってるとき、借金があったときも手放さなかったんですけど。うん。まあ、ラッキーだなっていう。もしお金に困ってたら、もう、ね、売り、売らない、絶対売らないといけないっていうね、うん。お金に困っても絶対売らないように頑張ってきましたけども。<laughs> うん。まあ、よかったなと思いますね。 ま、今後その、まあ、次期オーナーがどういう方になるか決まるか分かんないですし、まあ、売れるかどうかは分かんないですけどえす、少なくても、あの、価値は上がります。これは間違いなく。ぼ、しかも僕の車っていうのは <laughs>、僕8年前か9年前に買ってるんですけども、その8年前か9年前にもね、あの、これ v スペク2 v スペ2って言うんですよね。v スペ2の黒。で、最終後期。最終型なんですよ。後期型。 これはほとんど出回らないみたいな感じで、その、売り出されてたんですよ。8年前ですよ。8年前にそういう風に売り出されてたんで、9年前とかね。で、それを僕たまたま買ったんですよ。うん、だから当時でも出回ってないものなんで、まあまあラッキーですよね。だから、しかも、うーすごいラッキーだなと思いますね。だから走行距離走ってても売れる理由っていうのは、物がないっていうね。v スペ2の、えー、後期。黒。だ黒とベイサイドブルーが人気なんですよ。 だからその黒、僕黒だったんで <laughs>、そう、ラッキーですね。うん。だからまあ、なん、なんすかね。うん。まあ価値は変わるってことですね。まあもちろんこ、こんだけね、まあ3、4のバブルが起きるとはね、仮想通貨もこれだけ上がるとはね、当時出たときね、仮想通貨がこんだけ上がるなんて思ってる人いなかったでしょうし、うん。で思ってたかもしれないけど、それが現実的になるかっていうと、誰もわかんないですよね。 まあ、その、ね、業者さんの方も今言ってますけど、昔なんか事故車なんかは、事故車とか、なんだ、その、ちょっと程度が悪いやつなんかは、100、100万ぐらいで仕入れられたみたいなね。80万とかで仕入れられたみたいな。昔、大昔はね。今無理、100%無理ですからね。そう、80万で3、4仕入れるとか100、100%無理ですよね。そう。 昔はね、その、部品取りとかでも、あの、事故車でも、あの、なんか部品取りして、なんか買ってたらしいんですけど、今、今はなんか部品取りする、部品取り車は出てこないっていうね。直して売った方が儲かるみたいなん、ね、で、多分。<laughs> だまあ今後ね、その3、4の価値がどん,どんどんどん上がってるので、まああと3年ですかね、ここに3年の上昇をちょっと楽しみですね。 まあその前にいいオーナーがつけば、まあ売れるわけなんですけども、売れた後も僕はね、いくらでも動画を撮れますんで、元オーナーみたいなね、元3、4オーナーみたいな感じで動画を撮れますんで、アクセス稼げますね。素材もあるし、あの、写真もあるし、動画の素材もあるし、いくらでも使い回せるんで、もう一生なんか動画発信できるなっていう、ありがたいですね。うん。まあほんとね、価値のポールシフト、か、価値の、 あのポールですね。<laughs> あのなんだえー、っとポールウォーカーさんですよね？ポールウォーカー？ポールウォーカーさんのこれなくなっちゃいましたけど、はい、価値のポールウォーカーですよ。そう。<laughs> はい、ということでいってらっしゃい。